じゃあ、もう一回確認しますね。まあ、出産なのか麻酔のせいなのか分かんないけど、右半身が全部こう緩んじゃってるんで、右が、ね、こんなに動いちゃって、で左が、ね、こう動かない、はい、で背骨も右の方から持っていくと、これも靭帯ネジが緩んじゃってるでしょ。で左の方から持っていくと、これ硬いの分かりますかね。だから左が硬いのが悪いわけじゃなくて、問題はその右側全部の靭帯が緩んで、ネジが緩んでっていう状態が非常にまずくて、まあ、全身緩んでる人もいるけど、やっぱりこう、そうすると体がどん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 ねじれていっちゃって、で今言われたみたいに、いろんな整体をたくさん受けても変わらないし、運動を逆にすればするほど調子悪くなっちゃうんですよ。そうなんですよ。なんで体悪くなっちゃうんですか。そんな感じのものをやって、ちょっと待ってね、それを私ら一回ちょっと止めさせてね、カートからちょっと固定をしたんで、右側のね、こう、まあ、ネジがね、緩んでるものを今締めました。でいいですか？分かりますか？さっき入れた感じが、もう全然違うの。全くこれをね、動かない。まあ、全くじゃなくて、ここまでグッてきたら、はい、ここでもう止まるわけですよ。はい、でさっきはここからまたグニャって動いちゃった。で、ここもね、分かります？背骨が。動かないの分かりますか？今のところがどうですか？ね、ここの、はい、ここでグッてこうやってくる。で、今ネジが締まったんで、これで一応なんとなくな、まあ、運動していいだとか、まあ、整体をしていいだとか、そういう状態に今、とりあえず戻したっていうことで、まあ、座骨の問題もね、今直したんで、多分治っていると思うんで、それもね、ちょっと確認してもらいたいんですけど、これですいません、ちょっとじゃあ一度、ゆっくり起き上がってくださいね。はい、もうそんなに硬くなった、はい、で一回座ってもらっていいですかね。はい、はい、ちょっとお顔を映さないようにちょっとやっていきますね。声だけいただきたいな。そのはい、だね、はい、あ、そうです、はい、はい、うん、はい、それでさっきは右のね、お尻がこう潰れてる感じに、ね、はい、なってたのがいいですか、あ、左ですね、左が低いんだね、はい、左が潰れてましたよね、はい、じゃあ左に持ってきますよ。わかりますか？ここで乗っかってる感じ。さっき、はい、ね、右側、ね、逆にちょっと柔らかくなるんで、同じになればいいです。ここと左が、ここです。気持ちそういえば高くなったかな。はいはいはい。で、まあ、後からだんだん、多分もっと高くなってくると思うんで、一回これね、一つ、ね、これで、自分でちょっとやってもらっていいですか。そんなことないと思いますよ。はい、ちょっとね、硬いところでやれば、あ、これ今、わかります。今そこで、ちょっとストップするね。そこでストップして、はい、で今度はすみません、足の裏をごめんね、これ今でこれでいいですか。僕が上に上げるんで止めてくださいよ。わかります？ちょっと、はいはい、ごめんなさい、ちょっと、はいはい、本当はちょっとどころじゃなくて、僕相当強く上げてるんで、さっきはもう全然踏ん張る、はい、わかります、ずっと踏ん張れてる感じ、わかります、はい、でこの感覚がわからないってことも、まあ、実はちょっと問題なわけですよね、はい、変わってもわかりにくいって、はい、こっちもね、見てますかね、はい、でもそんなにね、頑張らなくてもいい、はい、はい、もう自然に脳からの指令がうまく届けば、もうこんな状態になっていくので、はい、自分では力あると思って、はい、はいはい、でもさっきはね、今やる最初よりは、はい、そんなに力、逆に言うとそんなに力入れてなくてもここで止めてられるっていうことです、はい、馬鹿力はいかなくて、さっきは馬鹿力でも持っていかれちゃうみたいな、はい、みんなものすごい変な力を入れて頑張っちゃってる、はい、で一度立ち上がってくださいね。はい、これは筋肉と関係ない。関係ない。脳からの指令の。ああ、はい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 。脳が悪いってわけじゃなくて、はい、脳からの指令がうまく伝わってない感じで、で向こう向きですいませんね。はい、でいいですか？うん、ね、こうさせてもらって、まあお顔映ってないね。いいですか？さっきフラフラだったものを一回押しますよ。足の裏で踏ん張ってくださいよ。わかります？さっきより。はい、もう一回いくよ。はい。押すよ。止めてくださいね。最初はちょっと怖いかもしれないけど、はい、はい、いきますよ。だんだん足の裏で踏ん張れてるかどうか、分かりますか？さっきよりは強くっていうか、さっきと同じぐらいの、はいはい、の強さで、はい、あ、はい、あ、そうそうそう、分かりますか？分かるね、はい、でこうして、踏ん張れる、はいはいはい、でだんだん多分強くなってくるんで、ごめんね、ここもう一回押しますよ。踏ん張ってね、そうそうそう、はい、もう一回踏ん張って、さっき分かります、腕が全然踏ん張れなかった、ね、頭も押しますよ、踏ん張ってね、そうそう、でもう一段階ね、これをねちょっと強くしますんで、ごめんなさい、この上にちょっとあの、はい、あ、下向かない、こっち向かない、こっち、はい、あ、この上に踏んでもらっちゃった、はい、はい、でもう一つの流れの中で、
これがね、こうしっかりするのを作ります。一応踏ん張ってくださいね。前に行かないようにね。そうです。はい、押しますよ。そうそう、踏ん張ってよ。すごいお腹に力入れる。はい。はい、行きますよ。そうそう、あの、丹田ってね、お腹の下に力が入ってくる。さっきはもうどこに力入れていいか分かんないような、もうフラフラな状態だったんで。はい、また押すよ。はい。この感じどうですか、立ってる感じ今、うん、自分で立ってる感じ。下半身はしっかりしてるから、はい、はいはいはい、やりますよ。やっぱり腰の辺はだ、うん、フラフラしてる。あ、そうですね。でもさっきと比べてです、うん、さっきと比べたら、さっきはもう触った瞬間に前に行っちゃったけど、普通に触ってるぐらいなら分かりますか、うん、はい、踏まれてる感じ分かるかな、うん、今お腹で踏まれてる、うん、お腹で踏まれて最後は足の裏で、捕まえれればね、いい話なんですけど、ただまだちょっと腕とかね、足を直してるわけじゃないんで、ただ最初と比べたらもう全然違うんで、ここがスタートです、はい、まずここはしっかりすることによって、これが使えるようになってくる。これのはまだ元には戻らない、大丈夫、家帰ってくと治っちゃった、また、この部分は実は、ほとんど変わらないです。だって多分2回目来た時、はい、ああ、ただ、難しいのは、この感覚がわからないんで体が調子悪いわけですよ、うん、だからその変わった感覚が分かりづらいというのも分かるし、ただ一番大事なところです。あの、足の裏がしっかり使える、脳からの尻がちゃんと届く、で、この座った時に、ね、お尻の、傾きがしっかり保てない、はいはい、ここがまずあって、まあ、運動も効いてくるし、整体も効いてくるし、マッサージも効いてくるという形なんだけど、でこの部分は変わらないです。でただ今まで、それを守るために緊張した部分がいっぱいあるんで、そこはやっぱり直していかなきゃいけないし、そこは少し戻ったりね、こう、また直さなきゃいけないっていうのが連続してくるんだけど、今この状態でこの肩を上から押しますよ。わかります？さっき潰れたの覚えてますか？肩はあんまり感じなかったさっき、さっきグニャってなった感じ、なんかね、こっちやらんかったよね、こっちやって、ああ、じゃあこっちでも、はい、一緒なんですけど、一緒なんで、わかります？これ僕、相当強く、はい、やってもね、で、この感覚、今言ったみたいにさっきとはもう全然違うんだけど、最初のことはやっぱり忘れちゃうんですよ、はい、で、まあ、これが当たり前なんだけど、本当は当たり前だから、そこがちょっとやっぱり、なんていうのかな、本当難しいところですね。脳が納得しないっていうか、変わっているのに納得しないんで、それをね、今からもうちょっとね、やっていきたいと思います。ごめんなさい。はい、いいよ。